ワンコッキー、ツーコッキー、サンコッキーなんて早いんだ。さあ、ワンピー側、ああ投げさん今日来てない。ああ、大会終わって負け帰っちゃったっぽいですけど、名前だけつけて帰ったとかマジやばいですね。さあ行きましょう。イノトゥリオさんのイノ対コッキー、ワンピー側チョロイソル、コメットさんファースト、コッキースレイヤー、対しまして 2P 側クマテスタメントガクロボトゥリオイノ。さあバックスマーエースでコッキーからの画面端、あとここはうまい、これで違い補正入り。さあ FB4 回だったっけ、ハイスラー、オキャン、これは見えない。 8K4 から画面端、さあここで金魚スイット。さあこれはね、新人にも厳しい味方大会、恐ろしすぎるケミカル、ジャンディから、さあここはタチケ、うまい空中ダッシュ、しかしディンステ当たらずインバースト、中段を FB ディンステクロスワイドヒールから KK ジャンディ KKD2KB 落として大きい攻め、わあクロスワイズ、思い出瞬を駆け抜けて画面端、はい、そして NS 中段ヒット、アーバソン、あーここは抜けきれない、足払いからどっち、ビッグアッパー両対応、さすが瞬人、ジャンディ落として大きい攻め、どっちだ、見えていた投げ、あ、OK、出ないがダウンオイシー勝ったらトリオイノ、もっと頑張ってくれる、まだ燃えきらない。チップが停止した、死んだ。出てくるのはチョロイさん、チョロイさん、ゲー、万葉がいる、敵にしたはずなのに。中堅の先鋒戦、あ、ごめんなさい、ありがとうございます。あーっと、チョロイさんいい感じですね。わーすげえチョロイ、こんなもんチョロイぜ、チョロイチョロイと。ダンダンダンから画面端、しっかり読んで、サギ飛びもチョロイもんだぜ。あーこれですね、俺がぶっきら失敗するわけないだろう、ちょろいもんだぜとセリフを脳内変換して皆さん言ってください。画面端、何を通すんでしょうか、 NS からガンフレーム、抜けられない、抜けらんねえ、頑張って抜けた、よっしゃ、中央ゲージがなくなった状態のソロに対しての奥攻め、音階を NS、 これがオーラ、あー昇竜拳、すごいですね、ちょろいですね、ちょろかニックワイパー、ショロイフレイム、ショロイフレイム、ちょっとちょろいブリンガーとかいいですね、熱いですよ。さあ画面端、あーっとこれは、あははちょろいちょろいちょろい、おらー頑張れ、あーやばいやばいやばい、ゲージ雨総裁合戦からためにためたゲージを使って画面端、もう一度通していくリボルバー、上から殴るジャンプハイスラー、トリオイノの置き攻め、ターンしっかりと走る、エビーファフリング、そこはしっかりターン、イボク、モグ、タチキ、タチキ、エビー捕らえて、クッシャシが出ないか、うわー、対決節、あー、昇竜拳、昇竜連覇からのジャンピー捕らえて、2ケープ、キラ通す、さあ、バタイしていくのか、知っていない、しっかりダメージ取って、バースト使わせて、ビービードーンから、ジャンパイスラー。さあ最初ラウンド、エリオさんもしっかり試合を作っていく、空中へ、トーラーへって空中ダッシュ、チャンですから、ファースト4で前、はい、キャンセル、まあ、キャンセルじゃねえ、前捨てから、前捨て、コバ、もう中身だなんだ、実況が、くすんだ、実況、チャンス、マイピー、アダルス、コパン、マイピーヒット、D からリボルバー、K、P、K、昇竜拳、落として画面端、バースあるが、ここはジャンハイがそのまま重なって、ボルカニックワイパー、殺しきる、チョロイソルが、中堅戦。
ちょっとちょろいっす。チョロカニックバイパーやばいですね。いやなんかね、実況できないのはね、多分毎日のようになんか実況してっからネタがなくなっちゃうんだよね。もうダメなんすわ。あーこれ昨日も言ったなーみたいな。じゃあこれ言わないようにしようとなると喋るのないっす。はい、いってらっしゃい。まあそんなわけで本日の新人チームには結構楽しませてもらってます。あー右左わかんない。あーマジっすか。よくあるんですよね、その間違い。さあ、行きましょう。中堅戦、熊テスタメント対するチョロイさん。さあ、マウのボルカですね。お、チョッキラ。さあ、しっかり投げて、リボルバー。PKD。TS2 ハイスラー、ここはバースト使っていく。熊テスタメント画面に追い詰められていますが、前ハイ、ここで。流れを変えていきたい。マイビーライオットチョロイス。あライオットチョロイススタンプだな。投げるけどいいですね。使っていきましょう。さあ画面端向かっていく。フェインスファミニール確認からフェイント、そしてチョッキラー。はい、やばいですね。チョッキラーやばいよ。チョッキラー熱い。チョッキラボー、ちょちょいね、ちょいよ。ちょっと昭和チックでいいですね。さあブリンガー見ている。しっかり T ファンつけて状況を有利にしていきます。タチ系キーエス PKD ディレイをかけて1段で落として T ファンつけ直し。おっとここは中央罠がついている、マーキングがついている。どうするか。アイスラーここを引っ掛けてドドドドーン、クーシュダッシュうまい。キンエスマスターウマベット1段しか当たっていないが問題ない。3アイスラーここはアユシ、まずは1枚目の人に消してブリンガーで近づいていったところマイピータイク。本当テスタメントはねマイピー強くなってよかったですね。まあ、前回やりすぎましたけど。おーとニースハフリーに殴って1番からドン、そして端に向かって走る。おお怖い、ぶっきらだと思ったら走りだったり、やはり読めない。走ってここはテスタメント我慢する。前ゲー前に出て前ハイガンフレーム、うわーと燃えたがオーレントガード間に合って、さあ気まずい。昇竜拳吹っ飛ばしてカウンターヒット、2位から FB サイドワインダー。リボルバー、端はジャンハイ、マイビー、このタイミングがね、熱いんですね。じゃあちょっと次枠いきます。あ、ちょっとお待ちくださいね、ちょっと。なんかさ、ハメンチとマンピーがギルティの話してるとさ、ギャグに見えるんだけど、やばい、真面目なんだろうけど、笑っちゃうやで。はい、お待たせしました。どうぞ始めてください。はい、2秒経ってねえぞ。いいよ、座ってるのは学さん大将ですね。学さんは先日の木曜大会、自分が出ると優勝しちゃうからっていうことで出場辞退した熱い男なんで、今日の大会はね、かっこよすぎるだろう。
冗談でもそんなこと言えんわ。さあとりあえずここ勝たないといけない。決勝進出に向かってあと2人。さあしかしちょろいソルはあすげえすげえ。ちょいってなんか KOF になんかいましたよね。あーはいはい、俺のコンボ見てくれと行きたいところですが、なかなか捕まらない。ちょろいソルダメージ。さあミサイル打って、ここはヒット。ミサイル分散する前に当たってしまう。はい、です昇竜拳裏取り。ミサイル打って、先ほど同じような状況、前ハイで排熱して、本当にうまいですね。レベル3の維持が FB ファニール吹っ飛ばして画面端。さあ上からジャンピー、これがうまい。エンゲス差し合いとつないでリーチはちょろいそれ。さあ PBKS 当たらず、上からしかしジャンプスじゃない、金安絡めている。走って武器か、これは読んでいた。タッチピーすげえ。おーすごいすごいすごい。確認からしっかり画面端、タッチピーからゲージ回収。チャンハイをしっかりホール、ショックだ。立ち合い1個で思われた。マイピーすげえ指導になってしまった。立ち食い上すぎる。いや、ロボット難しい。しかしジャイアンス飲まれているか。ジャンディーサイドワインダー、リボルバーで中央に落として、さあここに止める。空中ガードに切り替えていくが厳しい状態。画面端ハイネツ追い返したいが S 空中、ここはうまい上に航空でガードして被害を減らしていく。最後見合い画面端エンゲス、このエンストレがジャンハイ、マイピー間に合わず。しかしマイピー2段目でフォロー、これ読んでジャンプリー、このスキルガクロボ。さあここは強気に出たいところを断ち切り、しっかりとどめていく。マイピー3発排熱、排熱ね、熱も上げて、これ美味しい。昇竜2段目裏手立ち合い、簡単そうに見える、多分簡単なコンボを決めて大ダメージ。さあエース、おうまい、がこちらもうまい。あーカウンター、しかし強気できず前に出る状況かなりロボ界が有利。これがベテラン。さあマイピーで吹っ飛ばしていく。さあ大将戦で、さあ対象戦となります。コメットさん対ガクさん。さあ行きましょう。ファーストロボ。さあここは PB ミサイル撃って、ファーストは当たり判定が結構ね、おおうまい。ここミサイル2ハイスがなどなどきついんですが、コメットさんさすが召喚魔法を使っていきます。さあハイネスでダッシュを阻止していく。上にいたら昇竜、おいしそう。そしてノーリスク、青キャンもあるんでね、 IP2 段目3段目ずらしていった攻撃に当たっていく。さあミサイルハンマー、そして対処していくのが空中昇竜。さあ攻め取って、さあしゃがみ歩き KD で落として大きい攻め前、はいチークワン。ロボはどうしてくれるのかわからないが、とりあえず摂取。そして画面中央からゴーイングマイウェイ、爆発してどっちだ、メタ避けているがチビファーソン、うまい上に落ちてくる。さあしっかりこれも立っている。しかし残り体力怪しい。マイビーどこかにテンションバランス全く分かんないですね。ちょっと意味がなさそう。さあ2K で止めてレベル C 意外と機能する。
タシピー金融タシピーカーエしてターン位に2直下からレベル3状態を維持フォークステップ上手いハイスラここにハイスラで何を狙っていくかさあ無理せずディレイ起き上がりからハイスミサイル打ってここは繋がらずそしてドリルで強気に強気にしかし6回もこのレベル3状態を維持さあここは馬に対してしゃがみ歩きコパンさあミサイル発射ジャンピーシュ裏の昇竜さあこれこの2敗するこれきついんですねファーストさあミサイル打って立ち切ったとりあえず打って青キャンあーとここで 2S ヒット痛いダメージ入るミサイル当たらないがとりあえず画面端これすごい長いですねそしてバータイコンボお互いにね決めるべきところでの判断が素晴らしい最初なんださあコメットさんのうまいつなぎさあここでさすがにコメットさん昇竜拳さあミサイルさあちっちゃい6階が現れてガードガンダッシュ上逃げるのを読んでいたあーと出ないが問題なししゃがみ歩きジャンディー落として置き攻めは回避で空中投げガンガン前に詰めてガンダッシュめったーどうなったかよくわからないがとりあえず何かがあった体力ドット何かだったら死ぬチョコは別にいらんないあーとマイピー発生せず勝ったらコーメットさんはい、それでは決勝戦ですねうん、あれ決勝戦だよね負けトーナメント決勝そうやったよねはい決勝戦はいいよね決勝戦はコンソメポショムキンボブクリフ AGF アンジチームと今勝ったチョロイソルコメットさんファーストコッキーチームですどいつもこいつもねはい決まりました 2P 側ねえマンピーどこ行くのどこ行くのボールさんないあの栄通りの俺の今日アダムテ行くやってんのあるよアダムテやってるとかそういうのあるじゃん営業今日営業らしい営業日らしい行こうぜこいつさ後出しじゃんけんなんだもん俺ニートのためにニートがもし絶対今日アダムテ行っていいっつったら今日あいつ来るよってメール返ってきてさいや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 俺のさこうなんつうの根回しがさ全く意味ないよねいやだってさ俺だってさそしたら来るときにいろいろ準備あんじゃん
まあけど今日行くつもりだったからもう用意してアダムカイ配信なんかアダムがえいいよみたいな医師介入しないでじゃんけんアダムにビデオカメラ持ってって一緒アダムの顔写さ配信しようと最初はグーじゃんけんポンじゃんけん勝った勝ったあそこ今ちょっとニートそこ我慢してなんか今変な、うん、線がね最近あれはいじゃあ決勝戦先鋒決まりました先鋒さん誰でしょうコッキー対コンソメコッキー対コンソメ